えまず、んなんと言っても、まずオリンピックが東京に決定したこと、まあ,あ大変うれ、えー、しく思います。まあ、私はうーん、石原知事とお最初の議員連盟の会長として一緒に、まあ、努力してきた立場、えー、それや今度、まあ、猪瀬知事になり、えー、今回、こういう決定を見たことは、本当に。 え私個人としてもですね、えー、大変、そのもう胸がいっぱいで、えー、あの瞬間はまあ生涯忘れられない、えー、出来事になりました、えー、特に江東区の場合には、えー、28競技中15の競技を行うということ。 37施設を作るうち17の施設が江東区内であるということそうしたことを考えるとこのオリンピックが今後江東区の新しい発展のスタートになるというふうに思ってましてこのことは我々これから区を挙げてオリンピックの準備そしてその対応 にに全力を挙げてていいいきたいという,ふうに考えております、まああのこれから江東区として、えー、今回のオリンピックの計画について、えー、さまざま協力をすることそして区としてのいろんな考え方意見を述べることそうした対応をしっかりやっていかなければいけないというふうに考えておりますがしかし外国からも たくさんの方が訪れるであろうし、全国からもお客さんが見えるであろうし、まあそうした方々をまあ、おもてなしというのは今流行ってますけれども、まあ、私、江東区は下町ですから、義理と人情とおせっかい、おせっかいをいっぱい焼いてあげようという思いを今、持ってましてね、まあ,あのそういった意味では、オリンピックを心から。 歓迎すると同時に、我々江東区としても全力を挙げて頑張っていきたいと、でこの機にです、ね、地下鉄8号線についても、なんとかオリンピックに間に合わすことができないだろうかということで、まあ、決まった翌々日から、都庁やあるいは国の方へ、いろんな働きかけ、お願いをしているところでございます。 また、中央防波堤の埋め立て地の帰属がいまだ決まっていませんで、あの地で競技も行われるわけですから、オリンピックまでには帰属をです、ね、はっきりさせる時ではないかというふうに思ってまして、まあ、大田区さんとはまあ事務レベルでもいろいろ話し合いをしておりますけれども、なかなか進展が望めない部分もある。 まあしかしオリンピックをやるのに、その土地がどこの土地だか決まってないような状況で、外国のお客様をお迎えするというのも、おかしいんじゃないかと思いますので、この辺もですね、大沢さんとオリンピックまでには、決着をつけたいなというふうに考えております。まああの,8日の朝決まって えー、すぐにです、ねえー、オリンピック・パラリンピック開催、えー、準備本部というのを作りましたあ副区長本部長にしまして、えー、担当お部長そして担当課長お区を挙げての組織を作ったところでありまして、えーまあ、これからそこでいろいろ検討をし 東京都との話し合い、いろいろ進めていきたいというふうに考えております <music>、えー、平成25年4月1日時点で、えー、本区の待機児童は416人、えー、前の年と比べて163人増えました。 これはですね、一生懸命やってきたんですけれども、もう自分もおちょっとがく然としました、まあこれだけ保育園をおいろいろな手立てをして作ったわけですけれども、それでもこれだけ増えてしまったというのは、まあ、私にとって大きなショックであります。まああのの先週厚労省が発表した待機児童の 全国のいろんなこうランク付けがありまして、まあ、その中で待機児童が増えたというのは、全国で、えー、自治体の中でですね、えー、ワースト9位ということになってしまいまして、まあ、区長として本当に、えー、申し訳ない思いでいっぱいですで。平成26年4月まで、来年の4月ですね。 えー、認可保育園を中心として、乳、えー、児、えー、012ですね、えー、600人、えー、それから幼児、えー、3、4、5、このように600人、計1200人の保育施設を整備します、またあのおうち保育のような、まあ、小さなですね保育園の整備についても、計画的に進めていきたいと思っています。 でこの1200人というのは、あこの数字はまあ先ほどの、えーまあ、厚生労働省の発表したあ政令指定都市を含めた全国の自治体の中でもお、トップ5に入る整備量であります。で、この対策の中で、ですね、えー、都市部、特にこの大都市におけるう待機児童の問題解決に、 新たな一石を投じることになる全国で初めての仮称ですけれども高等湾岸サテライト保育というのを行いたいと思っております、えー、豊洲駅周辺にですね、えー、お子さんを保護者が連れてくる分園を設けまして、えー、そこでは乳幼児 50名をお預かりすると、そして3、4、5の少し大きくなったお子さんについては、バスで有明フロンティアビル3階に、良好な保育環境の下で保育ができるような施設を作ると。 でえー、つまり、うん、豊洲のお分園の方にはあみんなそこへ集まるわけですねで、えー、012の小さなあ赤ちゃんたちはあそのお豊洲で保育をするで大きい子は345の大きい子はバスでまあたかだか車でバスで10分ぐらいですけれどもお 有明の方の本園というかね、そこで保育をし、保育が終わったらまた豊洲にバスで帰ってきて、お父さん、お母さんの出迎えを待つということになります。 あのかつてです、ね、平成12年に12,800台という放置自転車は江東区はあるという、まあ、大変、まあ、ニュースにもなったわけですが、まあ、それから懸命な努力をいたしまして現在では1800台程度の放置自転車があります特にあの亀戸駅周辺は放置禁止区域に指定している区内19の駅のうち都出して 放置自転車が多いんで,すで、この地域に、えー、なんとかその放置自転車を減らそうということで、路面にですね、えー、放置自転車、放置禁止という啓発をするための路面シートを貼ります。で特にあの 亀戸サンストリート周辺というのはですね非常に多い、でそこでそのサンスリートのすぐそばの小学校である、第2亀戸小学校の4年生から5年生までに、えー、の子どもたちの協力を得て、ポスターを書いてもらう、放置禁止のポスターを書いてもらう、でそのポスターをですね、えー、路面に貼る、これは大阪市でやって、非常に効果が上がったというんで、えー、それを真似して、江東もやろうよ いうことになりました、えー、必ず効果が上がってくると思いますけれども、大体、だいたい放置自転車をしないように心がけてもらうのが一番いいんですけれども、まあ、なかなかそうはいかなかったわけで、まあ、こうしたシートを貼って中路面、うん、路上駐輪を、まあ、あ減らそうということでございます。 私はあの臨海部にですね、私立学校を集めて、文教地域というか、そうした文教エリアを作りたいという思いが強かったんですけれども、まあ江東区には最初に芝浦工業大学が進出していただきました、まあそれ以降のことでは、あ下越の有明中学校、それからうーん最近では武蔵野大学、それから有明医療大学もできました。 えー、有明教育芸術短期大学もできましたで芝原工業大学の理事長さんからあの中学高校をの豊洲の方に持ってきたいというお話が前々からありまして、まあ、私も一生懸命、えー、応援をしてきましたあおかげさまで今回、えー、豊洲にですね芝原工業大学の付属中学高等学校が にに来てくださることになりま私も、大変私も嬉しく思っているところでございますが、あの区としてもですね、学校ができるということは本当にありがたいことでございまして、これからもいろんな手続き、行政手続きについて、バックアップをしていきたいと思っております。 で本区のまあ、区民の皆さんの、まあ、利便性とか、あるいは収納率の向上のために、新たな収納方法、つまり携帯電話や、えー、スマートフォンで支払,支払いが可能なあモ,バイモバイルレジ収納を開始することといたしました、えー、納付書に印刷されたこのバーコードをですねカメラで写して、えー モバイルバンキングを活用して支払いができるサービスであります。ですから、手元に納付書があれば、いつでもどこでも、この24時間、納税あるいは保育料の支払いができることになります。また同じく10月より簡単で便利な収納方法である口座振替え。 の申し込みを電子的に受け付けるページ口座振替受付サービスというのを導入いたしますこれによってですね、あのいちいち印鑑をしてどうこうという手続きをしなくてもスピーディーに口座振替の手続きができるということになります 最後にですね、えー、先だって本区の幼稚園に通っている、えー、5歳の園児が、まあ、父親の暴力によって命を落としてしまいました。全く無念、やる方ない思いでいっぱいでございます。なぜこんなことが起きてしまうのか。区としても教育委員会はじめ、えー、いろんな部署ごとにですね、まあ、いろいろや。 で、えー、来ましたうこうしたことは絶対起こしてはいけないという強い決意でこれから対応していきたいというふうに思っておりますそれではこれにて平成25年度第6回区長定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました